はい、こんにちは、劇団スカッシュ大塚達也です。小屋入りしたということで、そのまあ小屋入りしてからはもうどんどん適当なセカンドが出るって決まってるじゃないですか。で、そうなんです大体そういうもんじゃないですか。やっぱりもうここから、まあ、アップもちょっと入念にやりたいんで、まあ、ちゃっとやっていこうと思うんですけど、まあ、今日はね、昨日初日が明けたわけですよ。お土産をいろいろもらったんで、それの一部をちょっとね、これどういうことと。なるほどなるほど。そういうお土産がまず1個あったんで、はい、それをちょっとまず1個紹介したいと思います。はい、こちらヘッドセラピーあ、見たことありますね、これ。これどう考えても大塚系当てだよね。そうですね、どう考えても俺とゆうやに当てたメッセージだよね、これは。あー、すごいこのヘッドセラピーをね、まあそのいただいたんでね、初めて見ました、僕、実物を。いや、俺もね、初めて見た。はい、多分これこう入れるんですよね、多分。はい、そうですね。あえ、あ、すごくいいあ、すごくいい。あの、でもすいませんね、なんか俺ちょっとこれ見た時に、はい、いや、バカにすんだんやみたいな気持ちにちょっとなったんだけど、はい、あ、すごくいいいやいや、あこれは一体どういうことだすごくいいこれあやばいキットカットの方がね、いろんなキットカットと、はい、あとあのチロルチョコに写真をつけて送ってくれた人がいたんだけど、嬉しいですね。そう、まあこういう感じでね、はいはいはい、いろんな石油王の、ね、これすごいいいですね。そうで、大人の甘さのやつくれてるから、俺このキットカット好きなやつなんだよ。なるほど、だから嬉しいっていうのと、で最後は、はい、ビックリマンチョコで、お、あの出たシールで、はい、締めようかなと。ああ、なるほど。やっぱそのね、どんなシール出たかですね、やっぱね。そうですね、やっぱり視聴者、あの差し上げた方気になってるってことです。そうだね、そうだね。それでもうね、いろいろ決まってくるからね、テンションもさ今日だって2日目だもんね。そうです、かなり重要だから2日目って、やっぱり。いや、うん、いや、初日明けて、はい、2日目ってもう演劇的にはすごく重要な回なのよ。なるほど、はい。2日目はあの絶対にあのミスちゃダメだよっていうところあるから。はい、え、でもそれがこのビックリマンシールで全てが左右されるっていう。ビックリマンシール結構かかってる何が出るかじゃあ開けなくていいです左右されちゃうんだったらもう開けなくていいです。ケンちゃん、あの差し入れでこれ来てるから。ええー、ビックリマンチョコのだからシールをあげるから、ケンちゃんに。うわーやったー2日目の会はどうなんでしょうか。いきます、よーい、スタート。頼む、いいの出て。うわー、悪魔だ。イバリアン。イバリアン。いいの出ました。よかった。イバリアン。あ、よかった。いいの。あ、いいんだ、いいんだね。ちょっと違う。全然いいの出ない。よかった。主催はいいって言ってるよ。いいのよかった。いいのよかった。いいのよかった。不安な顔をしている。いや、でもね、まあイバリアンが出たけど、すべてをその無にチャラにできる。技っていうのがあるのよそれがこれ、見て。おしわがれ声、喉の不快感に、わ、強制破滴眼。これはありがたいですね。これ漢方なのよ。ケンちゃんが昨日使ったところによると、はい、そのこれはもうやめられなくなるぞ使わない方がいいんじゃないかって言われたんだけど、俺今まで一回も使ったことないんだけど、はい、使います。本当はね、最終手段なのね、これ。そう、結構早いっすね、だとしたらまだ2日目にしてもう使っちゃうんすか。いや、だからイバリアン出ちゃったよいやいや、こいつのせいにしないでくださいあ、後ろの神奈川さんも。まだ置いてるよ。どういう味かもね、一応レビューしていきたいと思います。そうですね、全く予想がつかないです。それつけて何回カンポニーが
ちょっとね、まだ残りまだあるから頑張ろうね。残りのステージあるから、ね、そうそう、みんな見に来てね。頑張ろう、頑張ってるからこんなに。カッポニが、カッポニが、みんな応援してあげて。いや食うなよ普通に。ぜひぜひ楽しみに見に来てください。はい、それではバイバーイ。まあ、あ、まあじゃねえよ。パーです。パーだ。